第1位、これが一番大事。はい。第1位は、重力一生反抗期。こんにちは、パジョムの音です。ハボル長出身豊田です。今日は強くなるためには絶対に知っておかなければいけないこと10選発表していきます。はい。筋トレ、パワーリフティング、何をするにおいても絶対にこれはしといてよっていうものってあるじゃないですか。それをね、今日10個紹介するんで、はい、ぜひ見ていってください。で、特にね、1位はね、めちゃめちゃ大事なんで、これはね、知っとかないとマジで損するんで絶対に見てください。はい。ではまず10位からいきましょうか。10位はね、イヤホン、ヘッドホン。うん、もう筋トレのものじゃない。そうなんだけど、これってね、俺はね、めちゃめちゃ大事だと思ってて。大事ですね。トレーニングする上で集中力のありなしってすごく大事なの。はい。で、俺の場合はやっぱりイヤホンをつけて周りの音をなくして、その一瞬にめちゃめちゃ集中するっていうのはすごく大事なんで、はい、俺の中でイヤホン、ヘッドホンっていうのはマジ必須なアイテムです。第9位、 T シャツです。はい。で、これ T シャツ意外とね、皆さん適当なんだよね。ナイロンっていうの、はい、なんかちょっとツルツルのやつね、はい、あれは絶対やめて。僕あれでスクワットやってまあまあ痛い目見てますからね。そうそう、ベンチホーム組めません。ずっとそう滑るんだよね。ずっとこうだ。不適切なコンテンツ。こういう面の生地、絶対面の生地にしてください。はい。とこれでもおすすめなのが A7。 出た、 A7。 A7 っていうメーカーが出してる滑り止めがついてる T シャツ、これもあるんで、はい、こうですね。そうそうそう、これを使うとホーム組みやすいし、バーも滑り落ちないので、はい、こういうのはめっちゃおすすめです。第8位、はい、第8位はリストラップです。おお、初めてのちゃんとしたトレーニングギアが。まあね、でも8位なんですよ。8位、やっぱね、ベンチやるとき、スクワットやるとき、プレス系の種目やるとき、手首を守ってくれるし、重量にも若干の変化はあるんで、うん、そうですね、絶対必要なとき来ますさ、うん、これは持っといてください。はい。第7位、第7位、第7位はニースリーブです。おニースリーブ知らない人もいるかな。スクワットのときにね、つけるんですけど、はい、単純にこれ重量上がります。これ膝ですね。そう、膝につける、膝を保護してくれるやつですね。はい。で、膝を保護もするし、単純に重量アップにつながります。反発するんですよ、すごく。なんでこれニースリも、僕はもうスクワットやる人はね、絶対つけてほしい。これははい、本当につけてほしいです。大事、ね、これ7位です。第6位、第6位は靴です。靴、そう、靴、これめちゃめちゃ大事ですよ。靴ってトレーニングする上で大事ですね。で、あの一番おすすめじゃないのがランニングシューズです。意外とですね。いや、もうあれ使ってたら地面全然感じられないんで。確かに。トレーニングする上ではあんまり向いてないと思います、正直。ただあれは走るためには使った方がいいよ。そうですね。だから靴、まあ、変えたりとかっていうのも大事になってきますね。そうそうそう。おすすめの靴は、僕はこういうスニーカーとか結構おすすめ。はい、薄めの。僕は今レスリングシューズ。そう、レスリングシューズと旅靴。旅靴、これはね、マジコスパがめちゃめちゃいいし、これは間違いない。もう早く知っとけばよかったなって思った。旅はすごくいいですよ。5位、はい、5位は栄養です。栄養、うん、あ、もう物じゃなくなりました。はい、食事、栄養はめちゃめちゃ大事ですよね。大事ですね。筋トレと同じぐらい大事。筋トレして筋肉つかない人、栄養足りてない人めちゃめちゃいるじゃないですか。体重とかって結構やっぱり重量に影響したりとか、ね、この前めっちゃ重いなって言った日、体重どうしたって言ったら下がったって言ってね、3キロ痩せてました。うん、もうダメです、こういうのは。はい、体重大事です。そう、だから栄養もしっかり取りましょう。はい。第4位、はい、第4位は情報知識です。おお、情報知識、うん、何も知らないで筋トレやってたって絶対に筋肉大きくならないでしょ。うんうんうん、で、どうしたら筋肉つくか、どういう風に筋トレしたらいいのか、はい、ね、情報があって、あと知識がなきゃダメです。だ、損しないですよ、絶対知識はあった方がいいです。本当にこれ間違いないんで、はい、今皆さんが見てるこれだって情報ですよね。確かに、僕らが出してるのって全部情報と知識なんでね。はい、勉強するのは大事ですね。大事。はい。第3位、はい、第3位はベルトです。ベルト、そんなね、言うこともないんですけど、やっぱり腹圧ってね、絶対大事なんで、まあ、怪我予防にも重量アップにも、そう、怪我と重量にやっぱベルトすごく大事。はい。やっぱおすすめはこういうレバーアクション系の厚めのベルトがやっぱり僕はおすすめです。そうですね、うん、最初は結構あの薄めのね、ベルトとかつける方も多いんですけど、最初から別にこういうのつけてもいいかなと思うんですよ。全然問題ないですよね。うん、なんか周りの目とかは別に気にしなくていいと思います。うん、なんか言われたら言ってください、僕らに。はい。第2位いきましょう。はい。さあ、だんだん1位に近づいてきましたよ。ワクワク。こっからね、マジで大事になってくるんでね。第2位は、はい、環境です。トレーニングをする環境はこれはマジで大事。なるほど。例えばね、うん、いや何にも知らない、でもジム入ろう、あ、でも安いから24時間、あ、スタッフさんがいない時間も結構長いんだっていうジムに入っちゃったら、
100% 続かないです確かに。だったら、まあ、ちょっとお金払ってでもやっぱりちゃんとスタッフさんが教えてくれるようなジムだったりとか、もちろんパーソナルとかでもいいと思うんですけどね、はい、っていうようなジムにまずは入った方がいいです。で、ある程度自分のね、それこそ知識とかがついてきたら、じゃあ今度は安くても24時間使えるようなジムとかに入ればいいだけの話なんですよ。はいはいはい、そこを最初蹴っちゃうとね、絶対目標にたどり着けません。うんうん、僕らだったらこのバーストリミットという環境があるじゃないですか、はい、で、ケイタさんっていう世界チャンピオンがいるじゃないですか、だからベンチ伸びたんですよねっていうのはすごく大きいと思います。間違いないです。そう、そういう風に環境ってのはすごく大事です。ホームトレーニーとかでやられてる方も自分で環境を作ってるっていう、そうことですからね。いつでもできる、いい環境できる、はい、さあ第1位いきましょうか。第1位、これが一番大事、はい、第1位は目標です。目標、目標があるなしで、はい、その人の成長は数倍変わると思います。例えばですけど、僕は大会に出るって決めて、大会に実際出るまでの期間、これがすごく伸びてるんですよね。僕もそうですね。一番伸びた時期はそこです。そうだよね。だから別に大会じゃなくてもいいんですよ。いつまでに何キロ上げる、いつまでに何キロ痩せるとか、そういう目標でいいんですよ、うんうんうん、でこういう目標を決めておくことで、人間って絶対頑張ろうって欲って絶対出てくるんですよ、はい、これ間違いないんだよ、本当に、はい、で、僕はね、おすすめはその日その日で目標できれば持ってほしい、うん、例えば今日だったら、今日はセット何キロ何発やってやるぜっていう目標が一つあるだけで、そのトレーニングの楽しさが全然変わるんで、絶対決めてください。はい、何でもいいってことですね。何でもいいです。ただね、明確な目標じゃなきゃダメね、これは。はい、まあそんな感じで10選言わせてもらいました。はい、どうですか皆さん、ね、僕たちが大事にしてるもの、そう、めちゃめちゃ大事なんで、はい、これ嘘じゃないので、はい、いいなと思ったらチャンネル登録してください。してください。チャンネル登録でパワーチューブ入部をしましょう。しましょう。それでは皆様、良いパワーライフを。